おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ1005です。はい、今回紹介するのはですね、前回紹介したのがこちら、セイントグロスマイスのリュムナデスのカーサの、リュムナデスのスケールオブジェ形態、こちらの方の組み立てを紹介していきました。ということで今回はこちらのスケールをまあ一旦バラしてパーツごとに並べると、そしてこちらのカーサ、こちらへの取り付けをやっていきたいと思います。で、実はこのクロスをつけるとちょっとね、今までと微妙に形が変わった状態になるっていうね、まあ前回やったっていうか、あのスキュラのイオみたいな感じに、いろんなところに各種のね、いろんな動物が散りばめられて、さらに胸部の作り方がっていう、そういう面白さっていうよりも、なんか完成した時の姿がちょっと面白いかなという感じになる程度で思っておいていただければいいかなというふうに思います。はい、ということでパーツですね、パーツ一式すべて、こちらの方を分解して一式全部パッと並べるのと、一応公開の手組みパーツ、そちらがありますので、まあそちらの方の準備とかね、それも全部やりたいと思います。はい、パーツの方準備できました。上のこの辺にあるのがスケールで、公開の手組みパーツとカーサー本体ですね、はい、となっております。ということでこれからつけていくんですけど、まずこちらのカーサーですね、こちらのカーサーから不要なパーツ、まあそれはいつもの通り手首パーツですね、これを外しまして、で髪の毛ですね、こちらを取るよと。はい、こんな感じです。スポンと取る感じですね。はい、いつものやつだと、頭部のところにはまあこうやってね、 T 型みたいな感じになってて、前後で髪の毛なんですけど、ワンパーツっていうね、まあ、潔い感じがしますね。はい、一応これで準備完了と。で、もう一つある意味特徴的なのがこの肌の色なんでね、普通ってもうちょっと肌が、普通のね、この肌色みたいなやつとか、まあこのっていうのね、私の手みたいなこれ肌色とか、あとはもっとね、オレンジがきつかったりとか、まああとは褐色とかね、あるんですけど、ほぼ白っていうね、すごく白いんですよ。一応こんな感じにしておきまして、まあこれからつけていくと。で、まあ順番としてはいつもの通り一緒になりますけど、足首外して、まずここにももですね、ももパーツを A と。そしてこれを入れる前に、まあこれを入れると。まあそれはいつもの通りですね。で、すねっていうか膝ね、膝パーツは今回ないと。そしてここからが一番問題で、これ、見てわかる通りすっごく尖ってるんですよ。で、ここ支えてパーツグッて入れた時に、ここで指切ったりとか、支えてる側が指滑って突き刺さる可能性があるので十分注意が必要と。まあ、いつもの通りこう足を曲げて反対のここ側で支えてあげつつこれで入れるんですけど、ここも同じく特徴ですね、このつま先部分もとんがってると。なのでこう入れるときに変に力かけて滑った、これもこう膝じゃないね、こう足首も曲がるんで、こう曲がって滑ってっていう可能性もあるんで、ちょっと取り扱いに注意と。一応金属のここに入るのがプラなんで、これも同じくね、差し込むときに今度は怪我ではなく今度は破損に注意っていうね、これも下からかな、前からかな、まあこれもつけますよと。でこうつけるときに、迷いながらね、あの力変にかけちゃうと割れる可能性があってちょっと注意が必要と。はい、つけたらこんな感じ。うん、非常にトゲトゲしてて、まあデザイン的にはまあかっこいいかなって思うんですけど、非常に危険という感じですね。なので反対側、右足の方もちょっとやりたいと思います。はい、右足も終わりました。そしたら、まあいつもの通りですね、先にボディを作ると。でボディをつけていくんですけど、ここでちょっと面白いことが起こるんですね。というのも、あ、まあこのね、髪の毛取ったのが面白いんではなく、こっからがちょっと面白い部分で、いつもだとこの状態で腹部が入って胸部が入ってってなるんですけど、まあ腹部パーツはいつもの通りね、腹部でワンパーツなんですけど、これ分かりますかね、こちらが腹部パーツなんですけど、微妙にこう反ってんねん、これいつもだとこれまっすぐシュッと上がってるんですけど、これギュッて曲がってるっていうことは、こいつを、腹部パーツとしてまあつけるしかないんですけど、ここの部分にねこうつけますよと。つけるとこれ強制的に猫背なんだよね、こういう形になると。で普通に立たせるとやっぱこう前傾になるんで、首がこうなるという感じですね。なので首のここの造形もまっすぐではなく、ちょっと前に行くようになってるっていうね、そういう微妙にね、キャラクターの特性を
まあよく再現するために考えられた作りとなってますね。一応これができたらもう胸部パーツとして、こいつをまずいつもとですね、背中の部分パカッと開いて、ここで腕を通してあげて、でここのピンだね、内側にピンがあるんで、そこでザクッと刺してあげるよと。で腕の位置の調整とかもしっかりしつつ差し込んであげると。ただ今こうやって刺してしまうと、ここの内側にこの辺のパーツを入れなきゃいけないんで、先に入れますよと。先にこいつとこいつを組み合わせた状態で、ここのところに差し込んであげと。はい、こうですね。これできてからここに、差し込んで腕の位置とかを調整してバシッとつけてあげて閉じるとこうなると。はい、もう完全にここですね、猫背になってますね。こうできたら、これだとちょっと開いちゃうんで、ここの部分にサイドパーツですね、こちらのサイドパーツをこうやって配置してあげて、反対側もロック、こうですね、これかけてあげて、こういう感じですね。はい、これでできましたと。そして、ここの状態までできたら、今度は腕ですね、腕を入れてあげると。まあ、いつも通り二の腕パーツを差し込んで奥までギュッとね。そして腕のパーツを入れてあげて、この状態で先ほども言った通り足と同じですね、足と同じくこの状態で力かけて滑ると、多分ここで指切る可能性もありますし、これがここの腕と同じく同じ風に上がっててくればいいんですけど、これ微妙に下がってんだよね、下側にちょっと微妙に落ちてるんで、ここで滑ってここで刺す可能性があるんで、ちょっと注意が必要ですね。で肘曲げて、でここのところを支えにして、手首のジョイントをしっかり出してあげて、ここの部分に手首をつけると。で一応カーサーの特徴としては、逆にグーっていうよりも平手のこれですね、この爪が特徴的な感じなんで、これを選択してつけてあげると。でここのところにギュッと、はい、こうすると力がかけやすいと。そうするとこうなりますよという感じですね。はい、これで左ができたんで、右側も同じようにするんで、この平手っていうか、この辺のね、技とか用なんで、これもね、はい、ありますと。でなかなかないのがこの爪だね。普通に、セントグロスマイス EX、そちらの方のスコーピオを見ろ。ではね、あのスカーレットニードルの時の再現用に、人差し指だけこういう風になってましたけど、4本の爪、4本じゃない、5本だね。5本の指全部こうなってるっていうのはなかなか珍しいですね。はい。ということで、必要な手首だけ残して、こっち側、やっちゃいたいと思います。はい、右腕もできました。そしたら、足首の時につけたのと同じように、ここの部分にも、手の甲を守るというかね、こうガードみたいになるんで、これをつけてあげるよと。して反対もつけてあげる。ただこれつけるのはいいんですけど、微妙に浮いちゃうっていうね。まあ今回は特に平手っていうかね、こういう手をつけてる関係でちょっと浮き気味になってるって感じですね。まあ一応こういう風につけることができます。そして肩アーマーはボディのこっち側に軸があるんで、ここのところにバチン、反対側も同じくここにバチンと、こんな感じですね。こうやってつけることができる。そして後ろ向けまして、ここの部分に穴があるんで、ここに、リアアーマーをつけてあげる。はい。そしてマスク、これを先にここの部分にかぶせてあげて、前面部分を取り付けると。はい、こうすることで、はい、カーサリムナデスのカーサが完成すると。はい、ただこれ前面から見ると顔全く見えないっていうね、横からまたはちょっと下からとかねにすれば顔は見えますね。ちょっとこのね、前の部分が長いんだね、やっぱね、それが特徴的と。もうちょっとね、この角度が前面もうちょっとこうなってると顔は見えたのかもしれないですけど、まあこれが特徴的なんでね、まあしょうがないのかなと。で基本としてはちょっと猫背気味なんでこうなるかな。ただこうなると一応これで立ってますけど、バランスとしてはちょっと前の方に来てるんで、多分グラグラって揺れたりすると多分バタンと行く可能性があるんで、しっかりね安定させて立たせたい場合は、魂ステージとかね、あとはセイントクロスマイス用の台座とかね、今だと EX かの専用の台座使ってあげた方が統一感も出るかなというふうに思います。一応今こうやってねさっと立ってるんで、まあ良かったかなという感じかな。はい、一応こんな感じでユムナデスカーサ、こちらの方が、まあ、完成しましたという感じです。
あとはやっぱり EX になった時にどうなってくるのかなと、やっぱこのね怪我しそうなこいつらがちょっと気にはなるんですけど、今回はこちらは金属のワンパーツっていうかなってるんでこう取り外せないんですけど、逆に取り外し式になると交換は楽なんだけど動かした時に外れやすいっていう弱点になってくるんで、そこをどうやって出てくるかなという感じかな。あとはまあ前から見た時に顔が見えないっていう特徴をどういう風にもうちょっとうまくいくのかなという感じかな。であとは腹部の部分が今完全に猫背のこのタイプに、まあ、固定されてるんで、 EX だと多分腰回り腹部胸部の3パーツ式になると思うんで、もうちょっとシュッと立った状態とか、あともっと逆にギュッと曲げた状態、今これってこれで固定になっちゃってるんで腰の可動は死んじゃってるんで、もう少しねもっとギュッと曲げたいよとかいう時の対応ができてないんで、そこの部分とかねもうちょっと、改善っていうかね変わってくるんではないかなというふうに思います。はい、ということで、一応今回はセイントクロスマイスの、リュムナデスのカーサ、こちらの方の、まずリュムナデスのカー、リュムナデスのオブジェ形態から、パーツをまあばらしまして、カーサへの取り付けですね。あとこちらの方のちょっと気になった点をちょっとねポロポロっと喋っていきました。はい、ということで、今回はこんな感じ、また8月末ですねの方でやっていきたいと思っております。はい、ということで次回ですね、次回はとりあえず今内容未定となっております。なので何かが公開されれば、まあ、そちらを見ていただければと思います。あと、この動画の30分後にいつもの通り、紹介してよかったものトップ3、そちらの方ねやっておりますので、まあ、そちらの方も、まあ、参考に見ていただければと思います。はい、それではまた次回お会いしましょう。バーイ。